やっぱりだ。こっちの方からリムの匂いがするぞ。チョッパーが言うなら間違いないわね。リム、どこだ。見て、小さな砂浜のところ。奥にいるの、そうじゃない？おっとっと、どれどれ。ああ、あれはリムで間違いねえな。聞こえている？うん、聞こえてる。あのね、私、アディオを助けてあげたいの。アディオの言葉はいつも正しいし、揺るがないわ。きっとワッフルドのためになってくれると思う。残念だけど、まだ私は彼を信用できないの。彼の行動を裏付けるの。彼の言葉だけだもの。でも。ここにいたのか、リム。リム、この大きなキューブが体に戻らないの。あなた、理由がわからない？リム。仕方がないわね。少し力を貸してあげる。キューブを渡して。ここまで大きなキューブになると、自然に吸収することはできないの。取り込めても記憶された内容をもう一度体験しなければ本当の力としては定着しないわ。どういう意味？口で説明するより直接見た方が早いと思う。なんだここは。ここはキューブを自由に扱える空間よ。すげえ、不思議空間だな。不思議、まあ呼び名なんて何でもいいわ。こんなところで何を始めるつもり？ここはただの中継地点よ。思い出の世界？ええ、あなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。思い出の世界ね。旅立ってからどうするの？聖火の踏襲。かつてあなたたちがそうしたように、思い出の世界で成し遂げたことをもう一度やるのよ。ただ思い出の世界メモリアはあくまであなたたちの記憶からできているから、体験した様々な現象が事実と異なる形で現れることもあるわ。だって記憶って曖昧なものでしょ。メモリア？なんだかよくわかんねえな。説明を聞くより体験した方が早いわ。
失った力を取り戻すべく、ワフルドでの冒険を始めた麦わらの一味は、アディオの協力で巨像を倒し、最初のキューブの奪還に成功した。しかし、事態は思わぬ方向に進んでいく。辞書、砂の王国、思い出のアラバスタ。あの時、言ったよな。お前を超えていくって。